ロシアンスパニエルロシアンスパニエルは、ロシア原産のスパニエル犬種である。別名は、ルスカーヤスパニエル。第二次世界大戦直後のソ連で、ハンターにより作り出された犬種である。スプリンガースパニエルなどの西欧系のスパニエル犬種を掛け合わせて作出された。主に、ウズラ、ウズラクイナ、イノシシ、ノウサギを狩るのに使われた。嗅覚で獲物を捜索し、 茂みから追い出すフラッシングドッグとして用いられた。追い出された獲物は主人の領獣によって仕留められ、それを回収して持ってくるのも本種の役目である。なお、獲物がイノシシの場合は一頭ではレドリーブできないので仲間と協力するか主人が回収を行う。1951年にソ連で公認犬種として登録され、1979年には 衛星国へ、数等が輸出された。ロシアでは事業権としてだけでなく、ペットとしても飼育が行われている。しかし、現在もロシア以外ではほとんど飼育されておらず、非常に珍しい存在になっている。フシーには公認されていない。細身で華奢なスパニエル犬種である。頭部は丸みを帯びていて、目も丸い。マズルは尖っておらず。 レトリーブ作業の際に獲物を傷つけずにしっかりと加えることができるよう上唇は少し長い。足が長く走るのは早い。耳は垂れ耳、尾は垂れ尾で耳やお、胸部や電部などには豊かな飾り毛を持つ。尾は半分の長さに段をされることもある。コートは柔らかなロングコートで毛色はホワイトブラックなど。 体高38から45センチメートル、体重9から16キログラムの中型犬で、性格は利口で恩和である。スタミナはあまり多くないが、機敏で粘り強く、疲れても仕事は最後までやり遂げようとする努力家である。子供や他の犬と遊ぶことも大好きで、しつけの飲み込みもよく状況判断力も富む。欠点は、鳴き声が噛高くよく響くことであるが、 無駄吠えをやめさせることができれば、ペットとしても飼育が可能である。運動量は普通で、かかりやすい病気は、レックペルティスなどがある。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓約性分動振興者、2007年、ありがとうございます。